今日はお客様がいらっしゃるので、取れたてのビワでサングリアを作ることにしました。用意するものはビワ30個ぐらいとレモン1個、ちょっと大きなワイン1本と CC レモン、そしてシナモンを用意しました。完全自己流となります。私の場合まず最初にもうワインある程度入れちゃいます。全工程10分ぐらいで入れます。これぐらいにしておいて、あとちょっと甘みと酸味を出したいのでシシレモンなんて入れてみました。自己流なんでこれはこんなもんかな。ちょっとスパイス、シナモンですね。これもスティックがないのでこれで何やっちゃう、こんなもんかな。入れられるものからもう入れてみます。こちらからどんどんさっさと、この芯のところもちょっとくり抜いちゃう。そして色づいちゃうので、すぐ色が茶色くなるので、もうどんどん入れていきます。少し入れていきます。次はシナモンなんですけど、スティックがなかったので粉でやったらちょっとこう木くずのように浮いてしまって、ちょっとそこが残念。これちょっと取ろうかなまあいいか。なので、シナモンはスティックを使った方が見た目が綺麗です。そしてこれを冷蔵庫の中で数時間置いておけば出来上がりです。はい。